そうなんですか。おい、どんだけメスの前で騒がすんだよ <laughs>。無理と言われるのは一体。言わなきゃダメか。やっぱ、これ何人目だ。これ、傷口に触れるようなことを言って、申し訳ありませんでした。そこまで謝られるのもちょっとね。天使創造リブート。<laughs> いっそ、私が。 えマジでその選択肢あんの熱いなは私の体では姫様には及ばないでしょうそういった経験がありませんから、技術も拙ないと思います。ですがですが <laughs> めちゃくちゃ自己 PR してきた <laughs> お前、就活生かよ。でも童貞は技術が拙ないとか、そういうアピールされちゃうと結構なびいちゃうからね。逆に受けいいよ、オリエ。今のところ。ですがが,が怖いけど。周囲の同僚からは男好きする体だとと言われたこもおい、まさかオリエの 赤面顔見れると思な <laughs> えぇ、ー、同僚いるんだ <laughs> にしても <laughs>。やっぱリ江ぐらいみんな可愛い子たちなのかな角は囲ってそうだもんね <laughs>。いかかがですか私の体は <laughs> どういう話の展開なのこれ <laughs> ただ平和にハンバーガー美味しいねって会話の初だったのに。いかがも何も知らんがな。冷たいリ江に対して、こんな勇気出して言ってくれてんのにね。私の体どうですかエロいでしょうって感じで。ご不満ですかやはり巨人 いや、オリエ巨乳だろ、十分。<laughs> カクアと比べるとね、そりゃあっていうところもあるかもしんないけど、でもカクアがゆったり衣装なことに対して、オリエがぴったり衣装だから、なんか胸が強調されて、逆に大きく見えるのはオリエの方だと思うけどね。まあ、嬉しいポイントではある。俺が言いたいのは、そういうことではなく。では、何ですかあ、ちょっと自信なくなってきてる。オリエちょっと褒めてほしいね。いくらうぞうむぞうのオスだとしても、とりあえず圧をかけながら迫ってくるのはやめて。怖いから。 圧をかけているつもりりは私は私ただ姫様の代わりになれればと自己犠牲の精神半端ねえなこいつ <laughs>。もうこれ、各輪を餌に釣って、オリエを抱くことも可能であることが今証明されたね。そもそも俺が、シトリアさんをどうこうすることは絶対ないんだから。絶対ない。まあそうだね。制約があるもんね。そればっかりは、ジャッジメントチェーンだから。そうなんですかえ、待って。<laughs> またその話すんのおい、どんだけメスの前でその話すんだよ <laughs>。もう一周回って誇りに思ってんじゃないか自分が言い のそうなんだよ。どういうことですかこれほど魅力的な姫様の何が気に入らないというのですかめんどくせえな、こいつ。<laughs> おい、高年期かお前。早いな。人族言うても、もしかして、エルフぐらい寿命長くて、実年齢50歳とかかなんで綺麗んだよ。わかった。この人、いろんな意味で面倒な人だ。特に姫様関連になるとね。<laughs> 逆に姫様関連じゃなければ、スンとしてんだけどね。落ち着きなさい、リ江。興奮しすぎ。私も少しはしゃぎすぎだわ。認める。ごめんなさい。だから、リ江も冷静になりなさい。しな <laughs> めるな。<laughs> 普通逆じゃねそういうのっていの立場 <laughs>、はい、ここでちゃんと冷静になれるのはやっぱオリ江さすがいいこと言わざるを得ないね。結構感情的になった人ってそう簡単に人から冷静になれなさいって言われて冷静になれないからね。ごめんなさい。オリ江は何というかちょっと仕事に熱心すぎるところがあるのよ。まあ、社畜タイプだなとはずっと思ってたけど、でも仕事とか抜きにして普通に各は個人に恩があるというか何かしてあげたいって気持ちが強いんだろうね。も、申し訳ありません。いや、そういう絡まってるところ可愛いよ。 あおりえ、すごく。謝ってもらうほどではないんだけど。とにかく、ルバクさんが心配してるようなことはないんだ。そりゃ、シトリアさんのことは魅力的だと思う。でも、無理なんだよ。無理と言われるの一体。言わなきゃダメかやっぱこれ。<laughs> 何人目だこれ。それは、あー、はあ、もういいや。立たないんだよ。<laughs> だからさ、<laughs> 学習しねえな。お前聞き返してほしいだろ、さては。<laughs> 女の子の口から立たないって何があって言われたいっていうフェチか気持ち悪いな。特殊すぎて。春巡したものの、結局は全てを打ち明けた。こんな風に話せるのは自分の中で受け入れることができたから、もしくは単純にこの件に関して何度も説明とかしたせいで、羞恥心が薄れてきてるのかもしれない。ね、なんかもうバグってきてるよね。<laughs> 一番初め、あまねに相談してたけどは全然心持ち違うもんね、今。そうだった。 のですかおい、オリエから立たなくなったって何があって聞きたかったって。<laughs> なんだかんだ主人公の特殊なフェッチと一緒かもしんないじゃん、俺が。そこまで謝られるのもちょっとね。甘 <laughs> ねぐらい笑い飛ばされるのは、それはそれで尺なんだけどさ。<laughs> なんかある意味、哀れみの目を向けて謝ってくるのもちょっときついな。いや、まあ、うん。まさか。 そのようなことがあると、魔王の力を鎮めた影響なるほど可能性はあるでしょうね。やっぱそうなんだ。はあ、あくまで可能性よ。さすがに断言はしかねるわ。いや、逆に魔王関連じゃないとしたら怖いから魔王関連がいいんだって <laughs>。もう。それこそ泌尿器科行かなきゃいけなくなっちゃうからね。だとしてもなんかもう魔王の力なんて奪われた方が楽なんじゃないかって思うよ <laughs>。自暴自棄になってる <laughs>。 <laughs> そこまでして子孫を反映したいのかお前は生物の鏡だなそれはどうかしらマナは生き物が宿す根源的な力と言っていたでしょあなるほどそういうことがあるのかえじゃあ何もう二択なの死ぬか子供残せないか誰しもが深いつながりを有しているものよそんな力を失えば下手をすればあなたの生命力にまで影響が及ぶこともあり得るわまあでもある意味生死というものは自分の子供同然だからね子供を生かすためなら親は死んでもいいって考える親御さんは多いだろうか 人公そのメンタルでいいんじゃないか <laughs> もう1回だけスックスさせてくれその後死んでいいからみたいなチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ